速稼塾の久保です。私がポイントサイトのモッピーを始めたのが10月30日にアカウント登録だというふうに記録が残ってるんですね。で、丸2ヶ月はまだ経っていないんですけども、本日は12月27日、まあ2ヶ月経ったと言ってもいいでしょう。その間に確定した金額が 87,935 ポイントです。結構な金額でしょ。で、未確定な方が20万弱あるんですよね。まあ、ですので合計で30万弱作ってきたことになりますね。で、私がね今回ちょっとお伝えしたいのは、このポイントサイトとかあとアフィリエイトのセルフバックっていうのは、最初の2ヶ月ぐらいはその未確定報酬ばかりでね、確定報酬っていうのがあんまり上がらないんですよ。感覚としては3分の1から5分の1ぐらいかなと思います。それは全体売上の3分の1から5分の1が確定するのがやっとってことなんですよ。で、3ヶ月目とか4ヶ月目にこの未確定の分がどんどん確定に変わるんで、楽しくなってくるのはね、やっぱり3ヶ月目とか4ヶ月目ぐらいからだと思うんですよ。それからというものをずっと毎日のようにポイントサイトを少しずつやっていけば、この売上っていうのは維持することができるんですけども、残念ながらね、2ヶ月目ぐらいであんまり確定にならないから、だんだん飽きてしまうんですよね。飽きてしまって3ヶ月目、4ヶ月目にやらなくなってくると、それ実績上がらないじゃないですか、売上が。ですので3ヶ月目から4ヶ月目に売上がちょっと膨らむ経験をするんだけども、今度は5ヶ月目とか6ヶ月目に売上がガンガン下がっていくんですよね。まあ、そうなるとポイントサイトに、まあ、関する魅力っていうのを感じられなくなって、半年ぐらいで離脱するっていうストーリーが本当に綺麗にね、多くの方、9割ぐらいの方に当てはまるんですよね。まあ、ですので私はね、毎日1件でもいいから、それこそね、もう何もないときは10円でいいから売上を作るようにしてます。いわゆる習慣化させるわけなんですよ。で、何ヶ月目までこれをやるかっていうと、大体ね、意識してやるのはね、3ヶ月目ぐらいまでですね。3ヶ月目、だから1月の末ぐらいまで意識して、どんな時でもやっていくと、習慣化されていって、売り上げが維持されるっていうふうに私は思ってるんですよね。で、今日、ポイントサイト、じゃあ何行こうかなと。今日は1000ポイントぐらい行くかみたいな感じで行くわけですよね。今日はちなみに1000ポイントを狙ってみます。録画ボタンを押しますね。画面切り替えていきます。で、今ふるさと納税大特集って書いてますけども、まあこれはねいつでもできるんでちょっと置いといて、で上の方に楽天カードかなんか、何、楽天の競輪投票サイト1600円相当もらえちゃうってなりますよね。まあこれもまあいつでもいいんですけども、今回はね何行くかというと、このカテゴリーの中で無料資料請求レシート投稿、これでも行きましょうか。で、無料登録、これ行きますと無料登録いろいろ出てますね。ああ、もうこれいいですね。Unext 31日間無料試しっていうので、まあ普段ね、私Amazon プライムで動画とか見てるんですけども、Unext は別に必要としてないんですよ。まあですので Unext は入っても入らなくてもいいと。その時に、これ、1100ポイントもらえるんですよね、1ヶ月登録すると。まあ、1ヶ月付き合って3週間目ぐらいに大会するっていうふうなストーリーでね、これ言ってもいいんじゃないかなと思いますね。これいいじゃないですか。Unext。これ行きましょうか。簡単ですね。これでいいんじゃないですかね。これ一つ行きましょうか。Unext。それからね、もう一個ちょっと気になるのがありました。それが IT トレンドレビュー投稿です。これ、レビュー投稿したら800ポイントって書いてるでしょ。プラスですね、Amazon のギフト券を必ずプレゼントなんですよ。クリックします、ね、これまずはこれに、まあ、答えるとね、レビュー投稿すると800ポイントをモッピーからもらいます。その他に、こちらの Amazon ギフト券1000円分が何度でも必ずプレゼントっていうのは、これ広告主がくれるんですよね。だからモッピーとモッピーの向こうにいる広告主とダブルのプレゼントなんですよ。で、何度でもなんですけども、10個ぐらいね、案件があったと思うんですよ。 IT トレンド、これね、だからこれは、1万円プラス800ポイントなんで1万800ってことになります。いかがですかね、この2つ。今日はちょっと欲張って2ついきましょうか。ということで、ポイントではね、合計で先ほどの Unext と合計で2000ポイントぐらいなんですけども、プラス Amazon ギフト券が10枚最大トライできるんで、まあ1万2000円ですよね。で、資格も何もいらないですからね、これは簡単。特に審査があって、クレジットカードみたいに跳ねられるわけではないですし、
年収に応じたね、その面談を受けないといけないわけでもないですし、家に誰かが来るわけでもないですしね。簡単ですね、これ。まあ30分もあれば十分終わりますからね。で、これをやっていこうかなと思いますね。はい、ということで今日は1万2000円相当のポイントが稼げると。まあ相当っていうとね、大抵、現金にならないんですけども、これはなるやつですからね。だからすごくお得だったんじゃないかなと思います。今日は1万2000円を作業できるということです。作業の風景をやるとね、また多分退屈すると思うんで、ご要望があったらね、作業風景も出しますけども、まあでもあとは簡単でしょ。ユニクスと登録するの、住所と名前ぐらいでしょ。職業とかあんな感じですよね。身分証明書もいるのかもしれませんけども、そのぐらいでレンタルビデオ店のUNEXT のオンライン版ができるということで、で忘れちゃいけないのが、どっかにメモしといて、今12月27日なんで1月の20日には退会するっていうふうにやっておけばいいんじゃないかなと思うんですね。これ月間会費がやっぱり1000円ぐらいするんだと思うんですよ。いくらか知らないですけど。で UNEXT はきちんと退会することで、もう一つの IT レビューの方はまあ、きちんとね、誠実に書くことかなと思いますよね。それこそ IT レビューなんで、使ってない IT ソフトのことを書いちゃったりとかね、どっかネットで調べてきて誰かのレビューをそのままね、丸パクリしたりとかっていうのは、これはちょっとね、よろしくないと思いますんで、ご自身でやったことのあるソフトウェアとかアプリってものに対してしっかりと書いてあげれば、このね、会社の市場調査に協力することができるんじゃないかなと思いますんで、堂々とね、Amazon ギフト券を1000円分何枚でももらえるってことになります。ぜひね、今日はこんな感じで1万2000円ゲットしてみてください。トータルでね、どう頑張ってもね、どうのんびりやっても1時間はかかんないと思います。まあだいたい30分でできて、長くて1時間ですかね。そんな感じに思ってますけどね。じゃあ私はこれからかかりますんで行ってきます。